さ、大変大変ね、大変なことが起こりますよ。予定外のことが起こりますよ。まあ買いに行ったんですけどね、まあいくつか大変なことが起こっております。まあ買ってきたものをね、ざっくりと紹介。上からパッと取れるやつから、なんか刻み焼き、普段これもね常温でできるやつらしいんですけど、なんかねふっくら美味しいやつらしくて、まあお味噌汁に入れたり、うどんのねやつに入れたりするのにちょうどいいかなと思って買ってきました。普段ね、前に買ってたやつとよりちょっと一回り大きい感じですよね。で、値段140円、そんなにね高くないんでいいなってことで、どこなんかなと思ったら、山見さんっていうところで、甲賀市水口町になってますね。水口なんでね、もうあれですね、まあお隣ですよね。まあ甲賀忍者とか、なんか YouTube 的に言うとポコピーかのね、ところで有名な水口だったら、ちょうどど真ん中くらいかな、アルプラザとかあるあたりですよ。アルプラザ、いやいや、まあ一号、三重県民もね、実はよく通るんですよ。国道1号線でね、関からね、抜けてね、向こうの方に行くこと多いんで、なんやかんや言ってね、その新名神とかの方のが、大阪に行くたりするときは早いんですけど、結構パッと抜けてね、あっちの田村さんとかの方に行ったりするときに、まあ田村さんからね、さらにちょっと奥の方なんですけどね、水口っていうところがあって、まあそこから先ずっと行くとね、また、なんだったっけ、三雲か。三雲とかがあると、餃子の王将とかがあったりしてね、とかっていうようなところだったりしますけど、あっちの方とか抜けてく前のあたりの水口ですね、のやつだし、ちょっとまた、ぼちぼちと普段使いでね、使っていこうと思います。っていうのでしょ？で、カレーパン。これは別に今から食うやつじゃなくてね、明日の、職場の昼飯に買おっとこうかなということでね、カレーパンと、あ、辛いのと甘いのとね、ホットサンドケーキと。そう、これをね、粉あたりとかをね、パクパクするやつね、動画でね、使おうかなって最初思ってたんですけど、さすがにね、ちょっと、職場ではね、カメラ回すわけにいかないんでね、ここの分はね、ちょっと、存在ということでね、残りの分でね、回していくしかねえってことでね、なんですけどね。で、あとは、塩ラーメンなんか今日、特売で安かったんでね、山中さんが札幌市場塩ラーメンと、味噌とね、どっち派、これもまたあれですよね、つまらない話で、もしないといけませんけど、カップラーメン、札幌市場塩ラーメン、味噌ラーメン、派閥問題、これはね、なかなかね、また、大引きずる問題でございますからね。あとはまたアクリアスチャレンジ用にちょっとちっちゃいアクリアス売ってたんで、あ、ちょうどいいやつ。300ミリのやつらしいですね。よし、これでまたアクリアスチャレンジも1本取れるぞと。順調に増やしております。で、問題はここからなんですよ。今回の目的は、唐揚げ弁当って言いましたね。そう、唐揚げ弁当ワングランプリっていうのを今やってましてですね、この三重県北中西地域で唐揚げ弁当を売っているところを対象にやってる。で、まあ、ね、一発思いついた鳥屋さんに行こうと思ったら、なんと鳥屋さんが閉まっておってね、鳥屋買ったとかっていう風になってたりしてたんですけど、まあ、とりあえず週1分取れればいいんでね。で、まあ、ここから、ちょっとはしごして食べればね。で、まあまあまあ、弁当なんで持ち帰りもできますからね。持ち帰って食べたりしたら、まあ、ここから4個か5個ぐらい食べればね。うん。まあ、1ヶ月分の取れ高にはなるぞと。4つ目の方はね。それでまあ、それも嫌い、ちょっとね、生きねえやってなった時にはね、例の伊勢鉄切符のやつをね、流す。まあ、とかっていう感じで、まあ、3段階ですね。速報系が入ったらそれが最優先で流れてっていう感じで作ってますんで。ってことで、弁当買ってきました。こんな感じでね、読めるかな、彩りチキン弁当って言ってね、彩り若鶏唐揚げ弁当ってなってますね。あ、なるほど、398円。なるほどな。あ、ザ山中さんらしいな、スタンダードなお弁当が売ってるなと思ったらね、よく見てみたらね、こんなね、満足唐揚げ弁当ってのまで売ってたんですよね。ですのでね、まあ、この後ちょっと一回カメラを止めて、四つ目用の方ね、のカードで回して、やっていくと思いますけど、まあ、カード買えんでいいか。20時間残高残ってるし、なんですけど、そんなことやっておったらね、
あのそっちの方の話はまた後でします。そっちの方ですので四つ目の方を 見てもらったらいいんですけど、なんとね、今日ね、期間限定のテナントでね、藤田屋さんが来とってね、藤田屋さんって言ったらね、まあ、東海、四日市の人だったらわかると思うし、東海地方だったらまあ、聞いたことありますよね、あの、藤田屋の大あん巻きですね。まあ、なんなら東海地方じゃなくてもね、東海運営さんでもね、よく話題に上がるあの、藤田屋の大あん巻きなんで、結構知名度をね、YouTube とか界隈で、まあまあまあ、全国的に大あん巻き自体が、そんなに、ローカル、ドローカルの食べ物ではないよね。って思うんで、大丈夫だと思うんですけど、まあ、これもまたこの後もう山田もくもくで取っちゃおうか使っちゃおうかなって藤田さんの、ね、本店行って行かんのもいいんですけど、なかなかねそっちの方まで行くのもいけないんでね、ってことなんで、ここから怒涛の勢いでショーツ動画よとあれとね回していきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。